パリオリンピック競泳日本代表村瀬達也選手の公開練習が今日午後行われました。中京大中京高校3年の村瀬選手は800メートルリレーの代表にチーム最年少の17歳で選ばれています。公開練習ではしなやかで力強い泳ぎを披露、2ヶ月後の本番に向けて順調な仕上がりのようです。パリでは高校生という若い立場ではあるんですけども、その若さを生かしてチームを盛り上げて、決勝進出して、自分がチームを引っ張れるくらいの気持ちで臨みたいです。